はあ、痩せたいと思っていますかダイエットでウエストマイナス4センチのサイズダウンをしたいかもしれませんあるいは、トイックテストで800点のスコアを出し、英語がペラペラ喋れるように認められたいと思っているかもしれません何かを強く達成したいなら、次の3分の音声をぜひ聞いてください おおははよよううごござざいいまますす今日の「デイリーマインドセット」ですが成功回避不可能な状況を作れということなんですが、えー、セミーさんこれちょっと説明していただけますかいろんなその成功をする人と成功しない人っていうのを見ててはいあのすごく特徴っていうのがあって、うん、で成功を本当にしていく人っていうのはなんかすごくその。 なんていうかなものすごく自分をプッシュする方法工夫がうまいんですよね、うん、確かにそうで自分をプッシュする工夫の仕方がすごく上手,な上手に持っていて自分なりの、はい、成功できない人っていうのはその自分のモチベーションポイントとかどういうふうにすれば自分がその前に進めるのかっていう、うん、その工夫っていうのがまだあの見つかってないっていう状況の人は違いがちょっと見えてきたんですよ、うん、で あのこれ僕自身なんですけどもう他にも多くの人が多分そうだと思うんですけどあの逃げ道を塞いだらもう前に進むしかなくなるっていう感じがあって、はい、多分どっかの,その戦国時代の,そのなんかあったと思うんですけど船があって船で敵の,そのところまで行って、うん、でまず船を燃やして全部自分の、はい、もう逃げ帰ることできないとその前に進んで相手を倒,倒して相手の,その船を奪って帰るしかないっていうふうになるともう。 みんながこの鬼のようにモンスターになって、うん、あの戦ったっていう、なんかそういう話ありますよね。うん、あります。そんな感じで、あの、なていうかな、その自分の日々の生活とか、なんかそのプロジェクトとか、何、うん、でもいいんですけど。常にそういう状況をうまく工夫して作り出す。人が即その成功しやすくなるんですね。うんうん、で、僕自身がその最初にやったのは、あの。 ちょっとこれ前の話なんですけどその、はい、10代の前半の時に中学校かなを辞める時に何、うん、ていうかなそれも実はその中学を辞めて学歴をとにかくなし,なしにしようと思ったんですよへえ、うん、そうそうすればもうなんかその何ていうかな自分の道しかなくなるじゃないですかはいそうなんかそういうこと考えててじゃあもう切ってやれと思って、うん、その道を えー、<laughs> でそういうことを結構繰り返す習慣を持っててなんでかちょっと分からないですけど、うん、でそのそうですねやっぱりその選択肢とか逃げ道を切っていってもう一本に絞るっていう、うん、そのコツを掴んでるって感じがありましたね、うん、なかなか難しいと思うんですけど小崎さんは結構逃げ道を <laughs> 作っていたタイプだと思うんですけど、はい、今は結構変わって。 このマインドセットを聞いて、感じたこと、学んだこと、よし、これをやってみようと思ったことを述べます。散布技工の講師の方の発言で、成功って一人ではできないんですよという言葉が印象に残りました。自分の大切な家族、尊敬する先生、この人を裏切りたくないという人たちに対して約束を守ったり行動することが大切なんだよというものです。 大切な人が誰かわからなければ、友達にもしこれをやらなければ、1万円を渡すといった賭けをしたり、絶対に自分が行動する工夫をしなさいというものでした。光崎隆さんは、友ある友達と一緒にパソコンのビデオチャットをすることによって、筋トレをやって、そのルーティーンで運動の継続を逃げずにやったということをお話ししていました。 平秀信さんは自分がブクブク太っているとトレーニングを教えてくれるある有名なパーソナルトレーナーの先生に恥ををかせたた。くない思いいい思でトレーニングしししててるとおっしゃっゃました自分が行動せざるを得ない小さな工夫小さな約束を生活に取り入れるアイデアを、えー、実行していきたいと思いました。 今回の「デイリーマインドセット」の続きの8分28秒の中で以下の興味深いことが紹介されていましたある科学の実験で証明された感情のパワーの正体ウェイトトレーニングをしている男性の体に装置をつけさまざまな感情を揺さぶる映画を見せる実験が行われました罪悪感恐怖嫉妬怒りジョークユーモア恋愛親切 その中で最も筋力の数値が高かった意外な感情の正体とは、といったものです。デイリーマインドセットは、無意識に私たちの収入、体調、恋人、家族との関係といった生活の結果を変える効果があります。See、Do、Get、c y c l というものがあります。見方が変われば、無意識で行動が変わり、結果も変わるのです。 マインドセット心構えをを持つことで、で少ない労力で結果を得られます今回のマインドセットがあなたの脳神経を刺激して生活を変える重要なキーワードだと感じたら今すぐ名刺サイズの白いインテックスカードにこのマインドセットを書いてくださいそしていつも目につく場所に置いてくださいあるいはカードを財布の中に入れてください 財布からカードを読み返し、脳にマインドセットをインプットしてください。これがマインドセット学習です。あなたの脳がスルーするなら、今回は紙に書く必要はありません。これからもマインドセットを紹介します。あなたを人生を変えるマインドセットに出会うことを願っています。千人さんプロジェクトと旧インプロビック社の許可を得て、デイリーマインドセットの冒頭3分だけを紹介しています。 続きをご視聴になりたい方はリンク先から「デイリーマインドセット」を手に入れてください。ではさようなら